俳優の今田美桜が30日、健康的な美脚を持つ女性に贈られる。第19回クラリーの美脚大賞2023を受賞し、都内で行われた受賞式に出席。20代部門に輝いた、その立ち姿にネット上のファンも魅了されている。黒のミニ丈のワンピース姿で美脚を披露した今田。 まさかこのような賞をいただけるとは夢にも思っていなかった。最初は驚きましたし、素直に嬉しかったです、と喜びをあらわにしていた。また美脚のケアを聞かれると、湯船に浸かるのが大好き。一年中、夏でも使って、疲れやむくみを取るように心がけています、となどと明かした。 受賞後には、未だのスタッフの X 公式アカウントでも、第19回クラリーの美脚大賞2023受賞式にて、20代部門を受賞いたしました。として舞台裏での写真が投稿されているが、ファンからは、確かに、美脚だ、かっこよくて色気があって最高。本当にまっすぐな綺麗な足でずっと憧れです。ミニワンピに合う、クッソかわいすぎて、 などと称賛が続々と集まっている。